ほい、ヤスオです。ボールもやっていきます。今日やっていく内容は、アンブラルモッド入りのイナロスくんのビルド紹介をやっていきます。ちょっとね、アトラスくんのビルドも完成はしているんですけれども、前回のアッシュと若干被る部分があるので、今回はね、急遽イナロスくんのビルド紹介をやっていこうかなと思います。今日はですね、こじゃれた、いつもみたいにこじゃれた動画の内容ではなく、サイエンスの時間です。科学の実験の動画になっております。まあまあ先にね、ビルドからご紹介していこうかなと思います。まあこんな感じになりました。アンブラモッドを3枚つけて、オーバーエクステンデと、アーマードアジリティ4番の増強モッド、そしてカンニングのなんかよくわかんないスライディング加速にラッシュにスティールチャージといった感じですね。で、アルキングレイス、ガーディアンといった感じで、とりあえずね、固くしまくったといった感じですかね。イナロスくんってやっぱり効果時間、あと効果範囲は若干欲しいっちゃ欲しいけど、まあそんなにいらないフレームでもあるので、威力もそんなにいらないですし、まあてことはですね、結構枠にね余裕があるフレームなんですよね。なんでまあとりあえず移動速度系、とりあえず使いやすさ重視で今回ビルドを組んでみました。でですね、まあこのウンブラーモッド3枚つけたらまあすごいことになってるんですよね。はい、ヘルスの容量がもっと上げようと思えばできるんですよ。このプライムドビーガーとか、あとアーマードアジリティじゃなくてグラディエーターエイジス、グラディエーターのヘルスとかつけたらもっと上げることができるんですよ。で今回ねちょっと実験する内容なんですけれども、イナロスくん、まあとりあえず硬すぎるフレームと、今までねソーティーとかでも全然余裕でね死なずに対応できてたフレームなんですけれども、本当に今回のこのアンブラモッドでマジで死ななくなったんじゃないのか、どうやったら逆に死ぬことができるのかっていうのをちょっと今回はね実験していこうかなと思います。まずはシュミラクラの方でね、回復すんのでも大変だなこれ赤玉拾って回復するの大変だな。でですね、今回はまあとりあえずねヘビーガンナーまあ1体100レベル1体でちょっと見ていこうかな。これ初見じゃないんですよね。まあ余裕で耐えれたというねところをちょっとまあお見せしていこうかなと思います。まずはね、はい、まあこんな感じでねヘルスが全然減らないんですよ。グレイスター発動したら余裕で回復していくんですよね、このように。はい、全然死なないんですよね。で近接のこのようにねガードしていけばもっと余計に死なないんですよね。まあこれ今回剣盾なんで、まあブロック率すごい高いんですけれどもこれひでえな100レベだってさ、これこんだけ耐えれるってやばいからね。あのクローマ組んでさえ余裕で耐えれなかったレベルなんですよ。考えたんですけれども、このオベロンのスペクターなら倒せるんじゃないのかなと。やはりですねグリニア、コーパス、感染体とかね、そんな生ちょろいものじゃ倒せないんですよ。このイナロス君には天のには天のをぶつけるしかない、フレームにはフレームをぶつけるしかないわけなんですよね。おさす、あちょっとあれですね、 DPS 足りないですね君。あでも結構やっぱり一撃は重たいね、やっぱ弓だからね。うん、ゼファーの攻撃とかしても死なないんですよ。オベロンさん、もっとしっかりしてください。ダメだ。これじゃダメだね。死ぬ気配がないわ。ではですね、ちょっと次が、何ならいけるんだろうな、本当に。思いつかないんだよね。あ、スコーチとかいけるんじゃないかな。意外とクバスコーチ。こいつね、DPS だけはあるんだよね。ちょっと攻撃受けてみよっか。あ、ちょっと待って。全回復しよっか、まずは。全回復ってか、4番。ちゃんと叩こうか。さてさて、ちょっと攻撃してください。お!いや、結構 DPS 高いな、やっぱ。でもね、センチネルさんが邪魔ですね、これ。はい、ちょっと攻撃受けていきましょうか。いや、火力はあるな、本当に。本当に火力はあるんですけれども、君リロードモーション長いっすね。それじゃあそう簡単に死なないですよ。あでもちゃんと削られてるには削られてるね。あでもガードしたらこれどうなるの。あガードしてトントンぐらいか。あやっぱスコーチ火力ありますね。これは死ねるわ、イナロスくん。時間かかるけど。ではですね、お次なんですけれども、まあ、とりあえず、コーパステック。こいつはね、多分、倒せると思う。うん、このイナロスくん。余裕で倒せると思うんだ。ちょっと攻撃受けていきましょうか。さあ、グレイス発動してほしいな。グレイス発動しなかったらさすがに死ぬ。さあ、どうなる。
死ねますねこれは。ガードしたらなんとか耐えれるぐらいだね。ではですね、やはりジャガーノートさんの出番では、こいつの一撃は相当痛いからね、いくらイナロスくんでも。ちょっと攻撃受けていきましょうか。さあ来い。まあ一撃は確かに強いな、確かに強い。強いが、グレイス発動したらどうなるの。発動してますね、今。相当回復してますね。ちょっとあれっすね、DPS 足りないっすね、ジャガーノートくん。では、お次なんですけれども、ハインエッカマスター。これ、いけそうな気がするんだよね。彼のね、まあ、火炎玉っていうのかな、なんかよくわかんない、爆発させてくるやつ。あれはね、相当火力高いからね。あれはいける。これ死ねると思うんだよね、俺。ボンバリストの攻撃なら。なんかね、こいつの攻撃やたらと痛いんだよね。走行値とかこいつの攻撃無視してくんのかな。なんか攻撃されてるのはわかるんだけど、地味だね、絵面が。あ、このラプターは、インデックスラプター。こいつはめちゃんこ強いですよ。彼の攻撃ならこのイナロス君死ねます。さあ来い。いや、そうじゃない。もっと攻撃して。違うなぁ。なんか違えんだよなぁ。わかった。こいつだ。こいつ確かなんかさ、DPS 高かった記憶があるんだよな。なんだったっけ？このシリーズに確かね、すげえ DPS 高いやついるんだよ。まあ、とりあえず攻撃受けていきましょうか。何ダンスしてるんですか？なんすかそのダンス。ま、死ねた。ついに死ねました皆さん。イナロスくん、あの不死身だったイナロスがついに死ねた。でもこいつ100レベルと戦う機会ないからな、死なせてほしい。そのダンスはちょっとよくわかんないけどさ、死ねますねこれ。やっぱ天のよりグリニアの方が強いんだな。さあちょっとね、ソーティーの方にやってきたんですけれども、まあソーティー2なんですけれども、このタレットなら倒してくれるんじゃないの。ちょっと押し出されるんですけれども、あ、そういう感じ。はい、ソーティーではないんですけれども、ケラさんのところまでやってきました。オービスタルストライクの攻撃だったら死ねるんじゃないのかなとちょっと思ってるんですけれども、当たってないですね。お、あ、これやっぱソーティーじゃないと火力ないのかな。ちょっとダメだな。いつかソーティーで試してみたいな。でもこれオービタルストライクも耐えれるって相当やべえな。土地狂ってるな。ん？来た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 。そっか。ん？来た来た来た。まあソーティーさんじゃないからね。じゃあちょっと妖怪大戦争の方で見ていきましょうか。さすがにこれだったら死ねるよね。ちょっと敵さん全員俺の方に攻撃してほしいんだけどな。邪魔してくるね。あ、ナイトウォッチリーパー強いぞこいつ。攻撃力めちゃくちゃ高いぞ。やっぱ遁光使いだったらナイトウォッチリーパー。ちょっともう一回攻撃してくんねえかな、ナイトウォッチリーパー。どう？どう？どうすか？そこ割り込んでいいっすか自分。うわ、めっちゃいた。なんだ今の攻撃。なんだあいつ、どこに行ったんだ。あ、いたいたいた、目の前におるやん。さあ攻撃してこい、ちっこいの。来た来た来た。あ、いや、そうでもない。こいつは弱い。やっぱナイトウォッチリーパーが強いわ。ちょっとこいつの攻撃受けてみようかな、ガーディアンなら。ガーディアンはね、しょっちゅう戦うからね。あ、弱いね、ガーディアン。ダメだ。ガーディアンじゃないわ。増強だ、こいつは。5ぐらいしか受けてないわ、こいつの叩きつけ。弱いな。やっぱサニンだな。なんだその動き。今の何、今の。サニン、そんな攻撃してくんの。あ、ちょっとさ、今のなんか抜け殻、なんかようわからん動きしてたけど。なんだ今の動き。さあ、俺に攻撃してこい、サニン。あ、これ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 。何今の。これ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 。
こいつの分身の攻撃ってこんな風に動いてくんの。クローラーやんこいつ動きが。これもスキャンできんの。あ、ちょっとちょっとちょっと来ないと来ない。あ、爆発する爆発する。今スキャンできそうだったな。ちょっとスキャンしたいよ。来た来た来た。あはい、というわけでね、まあ今回のこのイナロス君むちゃんこ硬かったですね。なのでぜひともね、ガデイアンとグレイスがあれば、まあ大体の形は作れるのでね。あ、死んじゃった。はい、ぜひとも作ってみてください。剣が持ってないですね。なんかバグってますね。ということで以上やそうでした。またね、バイバイ。これ誰が生き残るんだろうな、っていうか最後までやったら。